こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日も無課金サバカ芝居の丸やっていきたいと思います。はい、今日やっていくのはですね、チャレンジダンジョン3月のクエストレベル15ですね。はい、もう14はねクリアできたんですけどね。はい、13より簡単でしたね。はい、まあ聞いたんですけどガチャ金で全然取れ高がなかったので、ボツにしました。それでは、レベル15、行きましょう。はい、パーティーがこちらとなっておりますと。はい、シールフ&デイトナーですね。はい。それでは、ご紹介します。リーダーのシーウルフ&デイトナーに、リーダーチェーンに対して、スケッチェーン2つ、マグニートの武器をつけておりますと。はい、こちらが、ウィングガンダムゼロですね。はい、小学生、冬、上限解放、スケッチェーン2つ、ダブルゼータ、ガンダムの武器つけております。で、こちらがガンダムキマリスですね。ガンダムキマリスに超覚醒、冬、上限解放、スキルチェーン2つ。これがウルトラマンゼロのね、何だっけ、武器ですね。はい。で、こちらが、銀鳥ですね。夏休み銀鳥ですね。はい。超覚醒10コンボ強化、毒目覚め耐性。それがクイックヒールをつけておりますと、結構ね、消せないバインド、覚醒無効がね、結構ね、細かいターンでね、来るんでね、その少ないターンで。それで、まあ、上を貯めといて、まあ、いざという時にその覚醒無効解除を使うという役割と、それが終わったら、まあ、これダメージ無効貫通も役割あるんで、はい、そちらも補ってもらうと。で、あと、ね、毒、雲とか、お邪魔とか被っちゃってるんですけど、完全暗闇耐性とかね、結構、チーム HP 強化をデフォルトで持ってるので、結構いいかなと思って採用しております。で、こちらがトリッシュ&スパイスガールですね。はい。初学生スキルプラス、スキルチェーン2つ、HP 強化。これが最上位の HP 強化のやつの2つつけております。で、イノセントメモリアルをアシストしております。で、フレンドさんの、シールフ&デイトナーにスキルチェーン4つ。で、神キラー2つ。で、エネルギーの融合。これはウルトラマンジードの武器でございますね。はい。で、バッチは HP プラスです。はい、それでは3月のクエストダンジョン、レベル15、最終回ですね。もうスタミナ、見てお気づきの方、やっぱお分かりかと思いますが、めちゃくちゃ負けております。だがもう次こそ勝ちます。対戦、よろしくお願いします。いやもう体、髪の毛ボサボサになるよ、もう。これさ、あかん。もう始まっとった。そうなんや、ここ喋ってる間ないよね。敵は喋ってくれへんから、1段目。で、イノセントメモリアル使って、で、プラズマクラスターはシャープ。プラズマクラスターだったっけこれ。プラズマスパークエネルギーか。プラズマクラスターじゃありませんでした。はい、ごめんなさい。はい。シャープさんすいませんでした。そりゃそうやんね。ウルトラマンが、さ、なんか、シャープさんのね、商品名出すわけないよね。ちょっと考えたらわかるよね、そんな。やってやんよ、来いよ、ほら。ほんま、こいつ何回聞いたか、ほんま。ボッコボコにしてやるぞって。お前何回消されとんねんっていうね。まあ、怒りももう、ふつふつとね、確実にですが、大きくなってきてる、昨今でございます。ですがもう、明日にはね、ガンダムコラボが終わっちゃうということでね、今、撮影時点がね、パソコンで見えたよ。3月10日でございます。もう明日終わるんよね。それまでにさ、何としても勝ちたいわけよ、こっちは。何としてもさ、今、石15個が欲しいわけですよ。ミスった。ちょっと待って。まあ、なんかミスった。さあ。ここは倒さないで、OK。ここで優しい行動してから、スパイスがある。あと、ほんまにね、もう、アナザースタージャスティス?スタージスターアナジャー?なんかどっちか忘れたけど、あいつは許さん。もう許さん。もう許さんよ、あいつは。もう光が焦げしなっとる。あいつは許さんからな、ほんまに。だってさ、トリッシュでさ、盾張ってもさ、剥がしてくるんやもん。
嫌いよそんな人。3回か。いや、まだつかんとこ。ほんまにさ、向こうからその属性吸収引っかかるやつが出てきたタイミングで、スタージャスティス出てくるわけですよ。アナザースタージャスティスかスタージャスティスアナザーか、もう知らんけどさ、もう忘れたけどさ。なんさ、盾も剥がしてさ、しかも無効感スキルも使ってさ、これよこれ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 こういうタイミングで出てくるからさ、もうこのタイミングでは使わんと決めた。はいはいはい。ロック解除したいな、気持ち。こういうか。水、別にあれでしょ。多分大丈夫でしょ、正直。ってことに気づいたのがさっきやったんですよね。で、これ遅延してくると。また遅延してくると。で、あれでまだ残ってるから、ちょっと待って。ほんまに、そろそろ本腰を入れて。パズドラと向き合おう。本腰を入れてパズドラ向き合った結果、なんか落とし決まったけど今までは僕は真剣にパズドラと向き合ってなかったわけです。こういう時に限ってさ、もうさ、出んのよ、スタージャスティスアナザー、アナザースタージャスティス。もうどっちでもええけどさ、俺にもこれがあるって使いましょうか、そろそろ。これね、この数のマシンタイプの数だったら、確かね、2.2倍円波ですね。OK, ギリギリ斜め入った。しゃ。トリッシュも忘れてへんと。OK. どうせね、遅延でね、タマドラで。よし、ここにさ、経験が入ってへんかったらさ、マジでな、マジでなって言ってもた。友達と喋るみたいなって思った。マジでさ、積んじゃうわけですよ。まあ、ここ神でしょ？神入ってるから大丈夫なんよ。よっしゃー。もうちょっと回復してるときにさ、ガブガブ出てきてほしいよね。OK.でさ、もうガブガブもさ、もう痛い。痛ってしゃあない、ガブガブ。ガブガブ、あの、レインボーメタルドラゴンなんですけど。もう、ほんまにもうさ、もう勘弁してくれやって。いや、意思をな。意思をなって、また友達と。ごめんなさい、もう、あれですわ、もう、疲れすぎてね。ちょっと普段猫被ってるんですけど。いや、まあそんなことないんですけど。その俺がもう、剥がれてきてますね。はい。疲れすぎて。ガブガブも、HP 減ってる時にさ、出てきてさ。ほんま、あいつら狙ってるよね。この話したかな？さあ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 、元からね、もう回復力なんて当てにしてないからね。おー、そうそうそう。へいへいへい。おー、そうそう、水吸収ね。で、気が消せないか。気が消せないと掴んでいいな。で、これ使って。これだったらなんかちょっと火属性しか炎炎かからないんで。で、これで浮気してあげて。OK。火多いな、あんた。火多いわ、それは。ちょっと待って、マジで分割できん。これ、ごめん、これ、なんかもう、H ゲシになってる。H ゲシになってる。H ゲシになってるけど、いけるんです。我の邪魔をするというのか。ああ、もう、というか、あんたらが邪魔してるんや。もう、このダンジョン自体がもう二度とやらんぐらいにくい、ほんま。もう、ほんまにさ。肉。
憎しみの塊状態になってます僕。闇落ちしてます。なんかめちゃくちゃなんかエフェクト多いな今右見たけど。ギョッ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 。ここら辺でさ、もうガブガブがさ出てきたらさ、 HP 満タン状態さ出てきたらさ、えんやけどさ、当然さあれでしょ、こちらが生きるか瀬戸際で出てきおるんですわ奴らは。もうそういうやつなんですもう。そういうやつなんですよ、もうね。こちらのね、魔法石かかってるわけですよ。しかも、ほんまさ、しかも大好きなさ、ガンダムの時にさ、まあ石さ、もらえるのはありがたいけどさ、もうさ、そこまで難しくせんでもっていうね、この、ジレンマですわ。さて、アルティメットバスター使って、あ、昨日ね、僕の、チャンネル登録してくださって、してくださって、かつツイッターもフォローさし、していただいている方に、お詫びがあるんでございますが、昨日非常にタイムラインうるさくて申し訳ございませんでした。大好きなね、ちょっとね、プロ野球 WBC っていうね、世界のね、頂点を争う、正式名称、ワールドクラシックベースボール、やったっけ知らんのかいって。がね、開催されてね、もう、ウッキウッキやったわけですよ。もう今日もね、もう早くね、取り終えてね、むしろそれに集中したいんよ。もうそれもあるから、もうさ、もう、申し訳ないけど、そろそろ、闇落ちするんよ、僕。もうマイキーで言うたら、黒い衝動よ、もう。なんだっけ、黒い衝動で合ってる？ごめんなさい、東京リベンジャーじゃそんな詳しくないんで、アニメも一期までしか見えてないんで、そんな詳しくないんですけども、よいしょ。一旦待ってもよかったかもな、ここ。スキル。オッケー。こういう時にね、銀千代が生きてくるわけですよ。よし。はいはい。で、よいしょ。はいはい。はい。いや、東京リベンジャーズの、作者さんの前の作品の新宿スワンやったっけ？何やったっけ？なんすか、そんな名前なんすよ。そこは読んでたんすよね。はい。えらい絵柄が変わって、すごいなと思って。あんなプロの方でもね、絵柄変えるって、すごいな。すごい挑戦やったろうなと思って。あー、いえ、すごい。あー、くそ、マジか。光落ちてくると思った、今。耐えてよ。多分ね、僕予想する。予想する、これ。次、ガブガブ出てくるわ、もうこの、危機的状況で。もうさ。もう、これでガブガブ出てきたらさ、確信犯よね、もう。こんなさ、HP さ、少ない状態からさ、もう出てきたらさ、確信犯よね、もう。おらー、ちょっともう。いやー。さあ、倒してよ。15000じゃな、倒す、生き残れんのよ。
この腹パンパンやないか、もう、まあ。